はい、では、続きを始めていきたいと思います。何するんだっけ。ご飯じゃない、悟空とピッコロが修行をしたというところで、今度は最長老様、最長老様だっけ。のとこに行くんですね、確かね。で、とりあえずそろそろいろいろ大変になってくるんじゃないかなとは思うんですけど、やっていけるんだろうか、この戦闘力で。まあちょっとわかんないんですけど、とりあえず進めていこうと思います。最長老様の、あれ、最長老様のとこに行くと思うんですけどね。敵の強さが変わらないんだったら、危ない。はい、別に通常エンカウントはカットの方向で、カットでいいですね。ということで行きましょう。どこに行くんだろうな、わかんないな、どこに行くんだろうな。左っぽいな。はい、行きましょう。デンデが上がった。嘘、びっくりすんな。もうデンデ上がるの、戦えません。上がってどうすんの。カルゴはもうあれだけど、わからないな、なんで上がった。こんなところにドラゴンボールが。あの悪人たちが近くの村から奪ってきて隠したんですね。ベジータ来ない？来ないのか。どこに行ったらいいんだろう。なんか取り忘れたりして、とかないんかな、大丈夫かな。いや、適当に行こう。わかんないです。よし。なあ、うそ。めんどくさ。今、一歩で出たよ。まあ、仕方ない。はい、なんかね、洞窟があったんで、ちょっとここに入ってみようか。かと思います。てか、すごい岩に覆われてるんで、この先にあるのかもしれないと、ということで行ってみましょう。他に行くところがない、あるかないか分かんないです。もう見つけたのがここだったんで。なんだ、ナメック語？洞窟に隠された3つの正しいことを続けて行い、そうすれば精霊の求めるものが手に入る。正しいこと？いや、自信ないな。おお、なんだこれは。何マンだ？ジン？もう。ジンコーマンってどういうこと？強いんだろうか。おう、避けれてるからそんなに強くないんかな。避けれてはいるので、
やばいな。他のエンカウントも弱いんだったら、まあね、さっさと進めていきたい。ささっとね、さっさとじゃないな、ささっと進めていきたいんですけど、どうなんだ。結構ね、戦闘シーン長いゲームなんで、ドラゴンボールは。どれも長いですよね。自分が知ってるものはだいたい長いですね。悟空伝、悟空伝もそうでしょ。その前のはやったことないけど、悟空伝と同じカードバトルだし、強襲サイヤ人も長いし、激震フリーザも長いし、これも長いし、だからちょっとね、通常エンカウントをそのまま流すのはね、大変ということで、ちょっとこれはカットしていきましょう。これは外にいた敵と同じエンカウントなんで、カットしましょう。ちょっと進んだら、回復の泉かと思って調べたら、1個目の場所があったようです。勇気ある者よ、最長老に会いに来たんですね。私はこのナメックの精霊です。この洞窟を抜けるためにはある合言葉が必要です。そしてそれはこの洞窟では、さあお行きなさい。はえ、合言葉を手に入れてこそ本当の勇気。眩しい。ポケモンフラッシュ。じゃあ外行かなきゃいけないの。どうしよう。この洞窟の外にあるっていうか、合言葉があるでしょ。外って言われても、適当にまた探索して、じゃあ外に行くしかないのか。まあそっか、腹術振っちゃったな、一個もったいないことした。まあ仕方ない、レベル上げをしながら、じゃあちょっと外に行って、手がかりを探してみようと思います。ほんと外なんだろうな、怪しいな、なんかこのゲーム。はい、外に出てきましたけど、本当に外にあるの。いやー、何にも信じてないですよ。なんか外にある言うから来たけど、なんか怪しいな、いろいろ、何にも信じられないこのゲーム。バグってるとかないかな。外って言ったってさ、これはあれだね、カードでさ、外って言ったってさ、さっきの洞窟のあの岩に囲まれてる場所ぐらいしかわかんないですよ。はい、ちょっとね、誰かいたんで話しかけようと思うんですけど、怖いんですけど。お前たちは誰だ。この人たちは地球の人たちで僕を助けてくれたんです。いや、いいんだよ、それは。一つ頼み、いや、こっちが頼んでるんだけどな。
あいつらは妙な機械で我々の居場所を見つけることができるらしい。スカウターのことね。はい。あれがあれば奴らが来るのが、それはいいんですよ。何？そこであなたたちにそのスカウターをできれば緑のと赤いのを一つずつ持ってきて。二つあるんだ。うわぁ、こっちが頼みたいわ、いろんなこと。合言葉を教えてくれ。と。これはなんだ。変換としないで。なあ、もうやだ。もうやだよ。うわー、誰もいないか。ちょっと待って、わかんない。クレジット、あー、そういうのあるんだ。緑隠れてない？緑。ないんかい。なんだ、緑は。緑は何をしてるんだ。緑いろ、いない。ああ、緑のやつがいないよ。なんだよ。あのせいで嘘ついてたんじゃないかな。絶対嘘ついてたでしょ、あいつ。いやー、これで終わっちゃうよ、今日。って言ってもな、他の場所わかんないしな。いや、全部回ったと思いますよ、多分。とりあえずでっかい岩が隠れてるっていうか、覆われてる場所が多いんで、その中入れないんですよ。だから、なんか、なんだろう。琵琶湖に覆われてる滋賀県の周りはちょっとあの飛んでるみたいな、そんな感じなんですよ。琵琶湖の中入れないんですよ。だからね、いや、それでなんか探せって言われても探しようないんですよね。洞窟の中入っちゃうか。もう分かんないっすよ。多分外ってなんだよ、もう分かんないよ。はい、ちょっと洞窟の中に戻ってきました。もう手がかりはここにしかないと思うんで、ちょっといろいろ探してみますっていうところで、なんか怪しい穴があるので調べようというところで回してますけど、あれなんだ、違うのか。はい、ちょっと左下の方に来たんですけど、今度は怪しいまた湖があるので、もう分かんないです。妖精です。精霊か。勇気ある正義のものだけ、こう合言葉が分かんないんだよ。合言葉知ってるかい。村の長老が言ってました。最長老に会う。だからそれを聞いてるんだよ。どこに行ったらいいんだよ。確か南の海の西の島に岩山があって、そこの洞窟に何かをする。もうなんだよそれ。なんだよ。南の海の西の島、正しいボタンを探し出すと隠れた道が現れて石板を見つけることができるって何ですかそれ。ナイトガンダム物語ですか。何ですかそれは。その石板にメッセージが書いてある。ああ。
はい、南の海の、西の島かになんか洞窟があったんで、録画時間大丈夫かな。もうちょっと大丈夫だったら一方通行だったら行きたいんですけど、もう穴いいよ、穴調べない。うわー、分かれて、え、ここ前来たとこじゃないの、違うの。え、ここ前来たとこじゃないの、それともシステム的にパクった、パクった手がコピペ的な感じかい。サイバイマンね、あれあれ強かったっけか。あれあれ、こんなとこにあるの。でもゴリンっていうちょっとしぶとめな敵が出てきてるから問題ないのか。敵はまあね、もう散々往復したんで戦闘力が上がっちゃってます。今回始める前が1万3000ぐらいだったんですけど、ご飯が2万になって2万になってしまいました。うん、フリリンが1万6000か。でもまあ言ってもね、ザーボンドドリアに勝てるかって言われたら怪しいレベル、アニメ版とかの比べたらまだね、そんなにでしょうね。ちょっと喋りながらやったから道が分かんない。うん、よいしょ。まあね、敵はそんななんで、もう合言葉があるとこまで飛ばそうかな。もう今日しんどい、今日もエンカウントしんどいし、もうね、ほんとね、ちょっと進んだら出てくるとかね、何回かあったんですよ。一歩進んだら出てきて、一歩進んだらまた出てきてみたいなのがね、2、3回あってね、全部カットしたんですけどね。もうね、洞窟の中までね、あれがありました、これがありましたってね、記録はもう今日ない。もう目的地までもう、はい、ここですって言って終わりにしたいです。動画の時間がすごい今心配で、多分何にも進んでないのに30分ぐらい経ってると思うんですよ。で、現実の時間で言ったらその4倍ぐらいかかってて、途中逃げまくったりも してたから、まあいいんですけど、すごいレベル上がってくし、もう本当にパッと見つけて今回終わりにしたいんです。ああ、なんだ、これは、もう、なんだ、これは。なんだ。石板か？何？はい。謎解き屋だ。謎解き屋だよ。まあ、もう一個あるよ。なんだよ。え？岩の動くような不気味な音が聞こえてくる。ここは違うのか。なんだ。
なんだなんだ。これはなんだ。スポーシェンロン。シェンロンはいいですけど。シェンロンはいいんですけどね。そういうこっちゃないんですよね。なんか大丈夫。遠くの方で大きな岩が動いてるような音がする。いえ、正しいものは3つあるって長老が言ってましたから、きっとこういうボタンを3つ押さないといけないんだと思います。3つ押したよ。押したの？いや、なんか覗いただけじゃないか。あ、まだある。こういうボタンって何？いや、ボタンじゃ、穴だよ、あれ。ただ覗いてるだけだよ。穴？いやー、わけわかんないぞ。わけわかんないこと言ってるぞ。わからないんですよね。さっきの穴から南の方に来たんですけど、また穴がちょこちょこあるんでね。遠くの方で大きな岩が動いて、こういう、こればっかりなんだよな。さっきもそうだったしな。はい。こんな穴ばっかなんですよね。なんもないんだって。なんもない。なんもないはちょっとな、怖いな。なんかあるとことないとこはあるんですよね。ここはあるんですよ。あるとこだけ調べるのか。あれ、なんもない。あれ、うん、あれ、さっきなんかあったの。わかんなくなった。え？石板があった。わからん。何？でんてどういう意味？なんで石板があったの？なんで？なんかわかんないや。これ覚えなくていいのかな？もういいか。もういいや。もう何でもいいや。帰る帰る。帰る帰る。なんか何にもなくなって、穴を調べて何も反応がなくなったんで、適当にまた調べてって、で、そしたら、石板があったっていう感じなんですけど、よくわかんないです。なんか、なんで正解したのかもわかりません。まあ、ググればわかるんでしょうけど。まあ、それしちゃうとちょっとあれなんで。まあ、いいや。とりあえず、なんか、うまくいったから、いいやってことで、今回は終わりにしたいと思います。疲労困憊です。ご視聴ありがとうございました。普通に戦いたい。